さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。さあ、ついに一歩踏み出しましたね。ちょうど翔子ちゃんが大阪だっけか、帰ってるとこ見たらまたすんげー言われそうだもんな。どうしてほしいんだろうね、翔子ちゃん。いい感じ。なんだ、大衆居酒屋。あるね、そういう塩辛。当時のここ、そのまんま書いたんか。この時にか。聞いてみたいけど、まあ聞けないし教えてくれないだろうな。
か頼む。早いな、今回は。いつも見ててくれる。これパッて切り替わんないんだよ。本当にゆっくり徐々に鮮明になっていくのがいいっすよね。先生。あ、この子じゃない。そうか、消えてるんだっけ？次の夢。なんかあっちの記憶がもう完全にないんだ。かわいい。ディープくん。雪だるま、まあそうだよな。おはようございます。質問がたくさんあるはず。こちらへ。手慣れてやがる。はい。来ないんですか？どうぞ。ああ、おかゆ。うまそう。どんくらい経ってんだろうね、前の夢から。環境再開発研究所と呼ばれている施設です。2回目。
人類が居住可能な地上環境を整えることを主な目標としている研究施設です。あ、一緒か。まあそうなるよね。誰でも。あ、流れは一緒なんだ。うん、一緒だよな。あなたの名前はカイト。今あなたが知っていい個人データはそれだけです。情報の統制は永続的ではない。しかるべき時が来たらあなたには全てが知らされる。今ではない。ここで行われることのすべてにあなたは同意している。記憶のコントロールも、この施設での被験内容にも、あなたはすべてに同意している。睡眠時の脳の皮質活動を記録している。あなたの役割は決められた部屋で眠ること。端的に言えば、あなたの夢を記録している。ここで生命維持活動をしながら夢を見ること、それがあなたの役割。うん、ここがちょっと変わるのかな。うん、実際あなたが信じなくても記録活動に支障はない。どちらにしてもあなたはこの施設から出ることはできない。いくら抗ってもあなたはいつか眠り、私はそれを記録する。それを続けていればあなたの役割は終わり、あなたには記憶が戻る。それにそもそもここにはあなたに危害を加えるような存在はいない。アンドロイド。あなたには出雲と呼ばれていた。医療行為の許諾は受けていない。家庭用端末として登録は行われた。学術研究の補助機能として生体信号の記録機能がある。あれ、物語の説明してくれるのまだかな。もうちょい先だっけか。三つの夢を見終わったとき、三つの夢にはそれぞれ終わりがある。それはその時が来ればわかる。あなたの夢は進んでいく。物語のように。すげえ話だよ。記憶が戻ればわかる。今はその時ではない。名前はヨナギ。あなたと一緒に夢を記録されている。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、すべての信号は正常に脳に届いている。喋れないのではなく、
喋らないだけ。うん、展開が全く一緒だ。いいえ、悪臭。最終的には会える。どんなやつが出てくるんだろうね。記憶のないあなたにそうまでして命を絶つ理由はおそらくない。多く眠り、多く夢を見れば、それだけ夢は進む。すぐに記憶を取り戻したいなら、あなたはずっと寝ていればいい。自殺するよりはずっと合理的。ここでかな。あなたの夢を記録していることは示せる。夢の中のあなたは有島薫、45歳、2016年神奈川県夢見市で秀英学園附属に勤務している。既婚、妻は有島祥子。夫婦仲は冷え切っていて、最低限の会話しかない。秀英って読むんだ。あれ、有島薫の大学時代の先輩だった畑野秀法の娘が自身の受け持つクラスにいることを知り、有島薫はその娘畑野凛に対して恋心を募らせるようになる。やっぱそうなんだ。そうだよな。で、てか薫って読むんだね、あれで。よしで、翔子ちゃんとはどうなってしまうんだろうな。いや、まあ離婚とかはさすがにないだろうけど。管理権限を持つ所有者が設定すれば、認識している事実と違うことを発言する機能もある。昔あの課長王子っていうアニメがあって、あの最後の方もそういう感じですごいモヤモヤしたかな。ふよふよ。リープくん。リープくんです。電気羊のリープくん。食い気味だった。リープくん。あなたの夢を記録しているのもリープくん。また夢の内容が重複、破綻しないように補助もしています。だからあなたの夢は進んでいく。リープ君がノイズとなる情報を常時除去しているから、物理法則を無視することもできない。夢のコントロール、シミュレートに特化した外部補助端末がリープ君です。君まで。命名者の意思です。気になるな。あなたが食べたのはコーンを煮立てたもの。眠気があるのは血糖値が急上昇したから。この施設は人体が最もリラックスする環境に整えられている。温度も香りも。香り、
ックスできるんだね。睡眠薬のように即効性はないけど、その代わり体に害も全くない。でも少なくともあなたはそう判断したから、この実験に同意協力した。誰かの強制があったわけではない。ご案内します。生活に必要となる設備は基本的に揃っている。浴室もあるし、簡易的なレクリエーション室もある。ふわふわ。なんかみんな浮いてるみたい。歩いてるからこうなってんだろうけど。屋上がある。わかりました。野外。円形だ。狭すぎる空だ。すごいよな、これ。未来都市というか。これがもう当たり前の世界になってる。これしかも上のところに行ってもあれだよな、透明のなんか分厚いガラスではないのかな、なんか仕切られてるこの感じだと、なんか線見えるし、示してくれる。子供用のおもちゃ。洗面台。不足。研究員とかなんかね、
死だ。ああ。健忘症。これまでなんか眠くなってきちゃうな。ねえ。というわけで、キリが良いのでこの辺で。なるほど、そうだもんな、言ってたもんな。てかこの体験版結構長えな。うん、ありがたいっすね。体験版だけであのパート20とか超えるゲームはなんかもう自然とやらざるを得なくなるからな。うん、よし、じゃあ終わりますか。